ダウンジャケットの選び方、失敗しないコツ3選をね、ご紹介していきたいなと思います。まず、重さ、気をつけてください。2つ目っていうのが、ダウンとフェザーの比率です。表の生地の、これには気をつけてくださいね。はい、本日はですね、こちら、ダウンジャケットの選び方、失敗しないコツ3選をね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、早速なんですけども、3つ、何かっていうのを先に言いたいなと思います。1つ目っていうのがね、ダウンジャケット購入するときっていうのが、まず、重さ、気をつけてください。で、これ、重さが、重いか軽いかによって、だいぶ持ち変わりますので、重さ。で、2つ目っていうのが、ダウンとフェザーの比率です。この比率によっても後々後々ダウンの破れとか跳ね抜けとか影響しておりますので気をつけてください。で、3つ目っていうのが何かというと、表の生地のこれには気をつけてくださいねっていうところをね、お伝えしていきたいなと思います。よろしくお願いします。ではですね、僕はですね、ダウンジャケットを結構持ってるんですよ。で、いろんないい高いものから安いものまでいろいろ持ってるんですけど、高いのを全部買えっていうわけじゃないし、安いのが全部悪いっていうわけじゃないんですよ。今回いい例として安いのも出てきますし、そういうとこは一回抜きにして、最低限この3つだけちょっと注意しといてくださいねと。で、それを分かった上で買うのやったら全然問題ないです。みたいな話をね、していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まず1つ目っていうのが重さね。重たいダウンジャケット、軽いダウンジャケットがあります。まあ、例えば分かりやすくノースフェイスでいきましょうか。こちらアンタークティカパーカーっていう、ちょっと重ためなダウンジャケット。で、これがヌプシジャケット。これ非常に軽いんですね。で、ヌプシジャケットがこれいいっていう話ではないんですよ。だからこれちょっと後々最後まで聞いてほしいんやけど、まずはこの重たい方を聞きましょう。あのね、男っていうのはね、こういうね、ガジェットっぽいとか重たくて頑丈みたいなのが好きな人多いんですけども、それの弊害っていうのがダウンの場合は出てくるんですよ。で、なんでなんかっていうと、こういうジャケットってね、約2キロぐらいの重さなんですよ。 1. 点何キロってなって、あ、結構重たいねなんて思うじゃないですか。で、さっき見てもらったようなヌプシジャケットって、これって 600g なんですよ。だから3分の1ぐらいの重さなんですよね。で、まあとは言いながらも腕で持つわけじゃないから、1キロ2キロの差ってそんなわからんのちゃうって思うかもしれないけども、ただ毎日ですよ。あなたダウンジャケット着るの毎日ですよね。これからあなた毎日着ていきますよね。その時に多少重たいっていうのがどれだけ弊害になるか、たかがですよ、皆さん iPhone をね、普通のやつにするのか、プロマックスってでかいやつにするのか、たったこれだけ何十グラムしか変わらないのにだいぶ違うじゃないですか。毎日持つってなると、それぐらいダウンで1キロ違うって相当違うんですよ。で、1キロ違うかったらそんだけ暖かいんって言ったら、そういうことでもないんですよ。1キロ重いから暖かいってわけじゃなくて、暖かさの重要なんていうのは中のこの綿になってくるので、2番で話すダウンとフェザーの話になってくるので、ちょっと一貫それは置いておきます。重さはなんで重たいのかというと、やっぱ付属品が多くなったりとか、あと使ってる生地の量が多くなってくると必然的に重くなってくるじゃないですか。で、例えばこういうシャツとかやったら、多少長くなってロング丈になったとしても、言うたって表地も裏地もこれ1枚しかないから、そんな重さ違いないんですけど、こういうものって表地、さらに裏地、ファスナーもその分長くなる、中に入ってる綿の量も増えてくるってなってくると、どんどん重くなってくるわけなんですよ。だから重さってみんなね、へえ、それがどうしてん、俺には関係ないわと思うんやけども、結局じゃあこれ着て毎日通勤できますか、電車乗れますか、車乗れますかってなってきた時に、確かにそうやなと。で、僕自身もね、こういうロング系のコート他にも何着もあります。ただ着る機会ってワンシーズンで1回あるかないかぐらいです。っていうのも、よっぽど寒いとこ行くとか、よっぽど動かない状態でじっとしてるっていう時なんかには使えるんやけども、それはね、嫁とね、大阪市内寿司食いに行こうっていう時に、こんなんで着ていったらもう暑いし邪魔やし、脱いだところでかけるとこないから、寿司屋のマスター嫌がるし、おかみさんもなんか重たいなみたいな感じで嫌がってくるので、それを分かった上で、あ、俺はそれでも必要なんだと。重たいダウンジャケット、要はこういうロング丈のダウンジャケットが必要って方は買われるのは、ね、いいかなと思うんですけど、確かに俺街中行ってるわと、電車とか車移動してるわっていう方なんかは、できるだけダウンっていうのは重くなりやすいので、ショート丈がおすすめになってくるかなと思います。ショート丈にすることで重さがやっぱ軽くなりますので。ただそうは言いながらも、3つ目のところで言いますけど、表地が変わることでいくらショートだけでも重いやつもあります。それは後で言うんですけども、まあ、そういう重さをね、ダウンジャケット買うときって意外とみんな気にしないんやけど、今後毎日着ていくこと考えたら重さめっちゃ大事なんで気をつけてくださいね。あ、なるほどねと。たまにはマシなこと言えないか。じゃあ2つ目行こうじゃないかっていうことなんですけど、2つ目が何かっていうと、ダウンとフェザーの比率です。ダウンジャケットっていうのは必ずこれタグ見てください。ここにね、ダウンとフェザーの比率って出てくるんですよ。で、表地は1回いいとして、中綿にダウン80フェザー20っていうのがあるんですね。で、これはダウンジャケットであれば必ず書いてます。で、たまに中綿のとこにポリエステル100って書いてるよってやつあるけど、それは人工のダウンなんですよ。だからそれはダウンではないです。天然のこういう水鳥のダウンじゃないので、それにはダウンとフェザーっていうのはないんですけど、普通のダウンジャケットには必ずダウンとフェザーありますね。これで分かりましたね。まあ、なるほど、あると。で、ノースフェイスのダウンジャケットを僕はおすすめしない理由としてはですね、このダウンとフェザーの割合が今見てもらった80対20なんですよ。だから跳ね抜けが非常に多いんですね。で、このヌプシも中から綿が抜けてたり、このね、僕の
知名度を上げてくれたと言っても過言じゃない、このマウンテンダウンジャケットもめちゃくちゃ跳ね抜けてるんですよ、買った初年度から。でこれなんでなんかっていうと、ノースフェイスの縫製が荒いとかそんな話じゃなくて、ダウンっていうモコモコとフェザーっていう羽根ね、羽根が 20% もあるから突き破ってきよるんですよ。じゃあ他のダウンジャケット見ていきましょうと、例えばじゃあ20万するような26万かするようなこのモンクレールのダウンジャケットの綿ってどうなってんのと。そしてね、ここ見ていくとね、ダウン90とフェザー 10% って書いてあるんですよ。あ、ってことは羽根がさっきより少ないよねと、 10% だけやから、あ、だから羽根抜け少ないんやねっていう風になってくるわけなんですね。でこの理論で考えていただけたら皆さん分かりましたね。羽根が増えれば増えるほど破れやすいよっていうことになってくるんですよ。70対30、ダウンが70でフェザーが30ってことはもちろん破れやすくなってくるので、来た初年度から羽根がどんどん抜けてくる可能性は大いにありますと。ただ一つ言っておくと、モンクレールやから羽根抜けないんかって言ったらそんなことないんですよ。なんでかって 10% は羽根が入ってるわけやから破れる恐れがありますよねと。ただ80、20ほど羽根が入ってないので破れにくいですよねっていうところなんですよ。あ、じゃあモンクレール俺買わなあかんのと、そんなお小遣い私3万でやってるんですよと、モンクレール20万、こんなもん1年かけやなあかんやないかい、そんな冬のためだけに僕生きてるんじゃないですっていうおじさんも分かります。そういう場合はどうするかっていうとね、このユニクロとかも同じくフェザーの割合一緒なんですよ。90対10、こちらですね、中綿って書いてあるんですけど、ここに、ダウン90フェザー 10% って書いてあるんですよ。だからこの理論でいうところで言うと、この今着てるユニクロの方がノースフェイスより跳ね抜けの可能性が少ないことが分かるじゃないですか。あ、じゃあユニクロ結構やるよねということになって、じゃあモンクレールとユニクロほぼ変わらへんじゃないかってなってくると、これはもうちょっと上位の話になってくるので、今後ね高級ダウンを買う時の見分け方っていうところも動画出しますので、今回は最低ラインの、ダウンジャケットの選び方になってるので、これさえやっとけば最低の不満はないよねっていうラインで思っておいてください。ただこれね、ユニクロが毎年いいかって言ったらそんなことないんですよ。一昨年かな、とんでもないひどいのが出てて、このねユニクロとねコラボしてたねホワイトマウンテリアニングっていうのがあったんですよ。これひどいですよ。90対10やけど見て、ペタペタ、もう綿入ってないんですよ。要はこれをダウンって読んだなっていうぐらいもうペタペタなんですよね。ほら、これほんまに中入ってますかっていうぐらいペタペタやから、何でもかんでも比率が90、10やからいいっていうわけじゃないんですけど、その最低限のラインとして跳ね抜けはないよね、暖かいかどうかっていうのはまた話が変わってくるので、それは高級ダウンの時にこの産地選んでください。このここの産地やったら同じ綿でも90、10でも全く中国とフランスではちゃいますよとか、フランスとハンガリーでもまたちゃいますよとかっていう話はしますけども、ちょっとその話をしだすとねこの動画終わらないので、一旦ちょっとここで終わりときますね。なので、ね、ノースフェイス来たら暖かいって思われる方多いんですけど、ちょっとそれは違うよと。ノースフェイス着ててもダウンの質はそんなこだわってないので、外側に関してその表地とかに関しては考えられたりしてるんですけど、じゃあ中のダウンがすごいいいのかって言ってくると、もはや今ユニクロの方がいいんちゃうかな。ただユニクロも物によって気づいてください。このペタペタダウンが出てくることもありますので、ペタペタダウンの時は買わない方がいいと思いますけども、そんなことになっております。そして最後はね、表地気をつけてほしいなっていうことなんですけど、今こうやって見てもらった表地以外にも他にはね、こんなウールの生地とかレザーの生地っていうのが出てくるんですよ。でこれが一番最初言ったみたいに重さが出てくるんですよ。レザーやといくらショート丈でも重たいんですよ。だからそういうところ気をつけてほしいんですけども、一般的にはね、みんなねこのモンクレールのテカテカしたやつが嫌いって大体口揃えてまず言います。でこれ大体持ってない人が言うんやけども、モンクレールのテカテカ僕もあんま好きじゃないんですよ、はっきり言うてね。ただこれに関しては普通のこういう生地にさらにもう一手間かけてあえてテカテカにしてるんですよ。元はこういうノースフェイスとかと同じようなマットな生地なんですね。でその上にテフロンの加工とか樹脂を乗せることによってテカテカさしてるから、わざとテカテカさせてるので、テカテカしないモンクレールもいっぱいあるんですよ。でこのあたりは全部ナイロンとかポリエステルなんで、普通にダウンジャケットとしては、問題ないんじゃないかなと。要は軽く丈夫に作られてるんですよ。ただこのタトラスってこれもまあ20万ぐらいしますけど、これはねウールの素材でできてるので、ウールは何が困るかっていうと、あらスタイリストじゃないと、あこれいいじゃないってなるかもしれんけども、やっぱりウールってね、ニットとか考えてもらったら分かるんですけど、どうしてもチクチク感が出る可能性があったりだとか、あと毛玉になるっていうことなんですね。やっぱ丈夫さで言うとナイロンとかポリエステルには負けちゃうので、特にこういう脇の下の部分とかはナイロンですら毛玉になることあるんですよ。このねノースフェイスのヌプシっていうこれ生地ナイロンですよ。それですらねここ今毛玉なってんの分かります？ナイロンですら毛玉なってんやったら、そんなもうウール 100% なるに決まってるやんってことで、タトラスの公式の方からもアナウンスはあるんですけど、もし毛玉とかなった場合は持ってきてくださいとは言われてるんですけど、そもそも毛玉になりやすい素材を使ってることから、あまり僕個人的にはウールのダウンジャケットってタトラス以外でもいろんなブランド出てるんだけど、あんまりおすすめしないと、取り扱いがちょっと難しいし毛玉になっちゃうよっていうことでちょっと微妙かなと思ってます。でそれ以外に言うとレザーね、でレザーに関しては
重たいっていうこともそうなんやけど、それ以上にクリーニングのお金が倍ぐらいかかるっていう、もう来た瞬間からね、重たいなって感じ。丈も短いねんけども重たいっていうのが一発でわかる。まあただそれが男っぽいとかちょっとワイルドな感じとかっていうのも、まあこうやってね、ちょっとまあおじさんも無理してこうやってサングラスがかけないですけど、ちょっと今の子っぽいやん、今風っぽいやんって感じになったりするんですけども、決めた通りやっぱりレザーのダウンジャケットクリーニング出そうと思ったら普通の値段よりも全然高くなるので、普通1万円以上とか当たり前にしてくるんですよね。でも普通のダウンジャケットとかやったらそれこそ5000円ぐらいでクリーニングできたりできるということで、まあちょっとモンクレールとかは専門の工場に出したりとかもするみたいなんで1万円とか超えてくるとは思うんですけど、これレザー専用のねクリーニング出さなあかんっていうところも重たいし、メンテナンスがちょっと難しいっていうところで、まあ、個人的にはそれ分かった上で買うのはいいんですけど、ちょっと気をつけてくださいねということになっておりますので、まああとね雨にも弱いっていうところもありますので、ね、やっぱこう割れてきたりとかしますよね。どうしてもこの辺ちょっと割れたりしてますけども、まあその辺はねちょっと仕方ないんちゃうかなということで、この最低限のラインダウン買うときにこれはせめて知っといてねと。まず一つ目っていうのは重さ、重たいってことは毎日着なくなりますよと。重たいダウンジャケットあなた買いましたかと、絶対着なくなりましたよねっていうことで、確かにそうやな、重たいのはちょっとやめとこうかと。まあ年行けば行くほどめんどくさいしねということで重たいのやめときましょう。で二つ目って何かというと、ダウンとフェザーの比率、いやノースフェイスやったら間違いないよ、ユニクロは安いからあかん、そんな話じゃなくて、フェザーが多ければ多いほど綿が抜けてきやすくなるので、それ気をつけてください。特に中に黒のニットなんか着てたらもう真っ白の綿だらけになって、お前養鶏場から逃げてきたんかっていうようなスタイルの真っ白の状態、毛まみれになってきますので、その気をつけていただきたい。でじゃあ何でも90、10やったらいいんかってなってくるとですね、これ僕が今作ってるダウンジャケットとかやったらダウン 93% とか 95% とかあるんですよ。でフェザーが 7%5% ってなってくるので、より跳ね抜けが少ないっていうのも、実際ダウンジャケットとしてはあるんですけど、ただその分値段が高くなってくるので、まあちょっと現実的じゃないかなと。そしてやっぱりタトラスとかモンクレールとか、やっぱ10万以上超えてくるようなダウンジャケットになってくると、表の外側もこだわられてるし、サイズ感もこだわられてる以上にダウンの産地からこだわられてるんですよ。だから皆さん、まあワインお好きな方とかいらっしゃるけど、別にワインもどこでも赤やったらそれでええねんっていう人もいてるけども、やっぱりイタリアだよねとか、やっぱりフランスだよね、やっぱアメリカじゃないよねっていう人もいてるわけじゃないですか。っていう風に産地によってやっぱ全然違うんですよ。だからダウンっていうとアジアで言うたら中国が有名、台湾が有名、だいたいユニクロのやつとかやったら中国のやつほとんど使ってます。ただモンクレールとかタトラスになってくるとヨーロッパの最上位モデルしか使わないので、より軽くて暖かいっていうのがあるので、同じダウンが90、フェザーが10って言っても全く別物やと思っていただいたら、まあ、それがフィルパワーっていう数字なんです。ダウンのフィルパワーっていうのがあって、このノースフェイスやったら腕に700って書いてるんですね。700フィルパワー、これ700って何かよく分からへんけども、何なんかなっていうと、こうダウンをねポッて入れた時に 28.4g かな、入れた時の肩がどれぐらい膨らみますかと。要は重さは一緒やけども、膨らむのが多ければ多いほど軽い数量で済むよねと。けどダウンがペタンコやったらペタンコでいっぱい入れやなあかん、もしくはちょっとしか入れへんかったらこんな末路になっちゃうやなと。ペタペタダウンジャケットって言っておてんになるよねということなんで、フィルパワーとかは結構大事になってくるんですけども、まあ、それを言い出したらちょっとキリないので、ちょっと後で別の動画にします。で最後は表地ですよね。表の生地、まあ今のダウンジャケットって言ったらよっぽどじゃない限りこういったナイロンの素材が使われているので、まあナイロンの素材って世の中にある生地の中で最も丈夫なのがナイロンです。だからまあそれを使ってるってことは普通にやってれば大丈夫だよねっていうことにはなってくるんですけども、いろんなブランドさんが意図を持ってね作ってるので、例えばこれはレザーで、ヌプシっていう、もういつもある定番のモデルであえてレザーを出してるって分かった上で買うのはいいんやけども、取り扱いってどうなんかなーって何にも知らない人が買ったらとんでもないことになりますので気をつけていただきたいし、タトラスもこれあえてウールにシルクを入れてるんですよっていう高級ラインにしてるっていう意図はあるんですけど、それを分からん人からしたら、えなんでこんな高いのとか、なんでシルク入ってんのとか、えウールって毛玉なんのとか知らんかったら後々ややこしくなってきますので、その辺をね考えていただいて、今回3つっていうのはいいダウンジャケットを選ぶためではなくて、最低限のライン、これさえクリアしてれば、まあ、そんな困ることはないよねっていうところの3つをお伝えさせていきました。でこれ以上さらにいいものを求める、保温力、暖かさを求めるとかってなってくると、ある程度やっぱり7万8万以上出さないと手には入らないんですけど、またそれはそれで別動画で作りたいなと思ってますので、また見ていただければなということで、本日はですねダウン選びで失敗しない3つのコツというところでお話しさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。